はい、こんにちは、総人とジュース。はい、今回はですね、取っ手屋にお邪魔しております。鬼滅の刃の景品を取っていきたいと思います。この一箇所とスマホケースだね。そして本日導入こちら、善一さん取っていきたいと思います。ちょっとぽかったでしょ、あの格好。ダメだ、それっぽい。ちょっと編集で見てみよう。それでは行ってみよう。お一人様2個までです。うまい。まあ今のは何かの間違い。ピンクリストしたんです。そうですね、ストップボタンはないです。これは店員さんを切るしかねえな。頼むよ。は？店長、店長、なんでこの設定したんだ店長。ちょっと奥にして切る。ヒントはないかな。つらそっちだ。やっていくか。いくよ。左アームが結構ね、曲がりがいいんで、ほっ、いくらで取れるのか。いいよ、ストップボタンはないっす。この特殊な構造を利用して極力ね、右にやっていく。ダメ説あるな。俺は行く。よし、うまっと動きましたね。ここからやっとね、あのレールに乗ったんだよ。スンって飛んでこい。ジャリジャリに阻まれてるな。中心を狙っていく。よし、持て。そのまま OK だ。見えてきた。貼り付けるタイプのスマホケースです。いきます。 OK。 まだね、終われないんで、あのフィギュアがね、悔しい。右側からさ、飛び出ないかな。ちょっとやってみようかな。まあ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 、いけ。ストップボタンがないのは悔しい。お、うまい。うまい。石ころ乗せ職人の方ですか。そうです、僕が石ころ乗せ職人です。石ころが取れた職人です。やっぱ乗らないんだね。動け。炭治郎の缶バッジ、いいよ。飛べ炭治郎。およ。飛んだね炭治郎。無理やね。はい、隣行きます。一番右はジャリジャリがね、めっちゃ少ないので、一番左がジャリジャリ多いの。アームがね、左アームがまっすぐになってる。さっきと逆だ、さっきの台とね。右アームは今回はかかりがいいと。この瞬間が時の流れ、曲げられないね。参れ。いけ、右アームね、めちゃめちゃ右アームのかかりいいよ。あ、私が取れなかったやつ、やっぱり店長にクレーム入りましたね。やっぱアクションが起きないんで、あのフィギュアのやつね。まあ僕はね、これを頑張っていく。いけ、いくんや。おお、ビジョンが、ね、ビジョンとポッポが浮かんだね。トゥルッテ、トゥルッテ、オッケー、いきます。一戦で決める。はっ、オッケー、やったぜ。よし、それでは右アームが生きてるんで、炭治郎取ってみたいと思います。飛べ炭治郎。あれは飛ばない炭治郎だ。
いいよ、さっきよりも全然いい。ぜっ、いけ、これでいかなかったら両替キープに。ズーム、お疲れ様でした。さあ、そのズームのままいくよ。飛べ、両替キープに行いますか。両替キープに。やった、放棄。両替キープに。うわ、いい、まだ諦めるな。スンって来い。両替キープに。うわ、来ない。うわあ、アーム次第、弱い、やるしかない。うわあ、失敗したー。 OK、 左アーム弱くても頑張れ。もう押す、押すしかねえ。 OK、 ミニミニミラー。もうね、あの人たち転売屋らしい。その勝手じゃんと思うかもしれないですけど、ちょっとね、コメント欲しいよ。継続はどう思う？難しいっすね。炭治郎、主人公だから。やっと、やっと。まあね、安く簡単に取りたいもんね。いけ、ジャリジャリ落ちるね。この回に全てをかける。2回目、いいね、曲げていく。いよいよこれね、場所によるわ、場所による。 OK、 いいよいいよ、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。ジャリジャリを持つ。いいね、生きろ、左アーム。 OK、 炭治郎500にあろう、いきます。さあ違う台、曲げていく。あ、やっぱ全然違うよ。下のジャリジャリ加減によって全てが決まってくる。いけ、いいよ、来い、右アームよ。いや、おじさん、それでは参る、リターンマッチ。まあ普通に、普通に行ってみよう。 OK、 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 もう全然、全然あの最初の時と違う。もうね、あの最初撮った時と見て、フィギュアの数、壁一枚にあったのに、もうこんなに撮られちゃった。で、これの撮り方としては、手前かな、手前をやって登っていく作戦。明らかにパワーが変わってるんで、参りましょう。で、引っ張ってきて立つよね。やばい、はまってる。いいよ、痛い、真ん中寄りで来い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 。全員下やりました。スマホケースも見ていきましょう。こんな感じ。あ、で、こう動くのね。重っ、重い、意外と。両方面ミラーだからね、ミニミラー。はい、というわけでいかがだったでしょうか。鬼滅の刃、めっちゃかかりました。台によって、景品によって、アームによって、取りやすさ、取りにくさがあるのかなと思いました。ぜひ皆さんも見受けたらやってみてはいかがでしょうか。ぜひぜひコメントお待ちしております。この動画楽しんでくれた方、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これ中国ね。誰ですかそれ、何ですか。いや、剣の傘だよ。あ、何
中身銀なんだと思いましたもん。これね、こうやってやった。